こんにちは、ロジャー堀です、えー。来週のですね、日経平均がどうなりそうなのか、またですね、考えてみたいと思います。えー、実はですね、まあ、皆さんもご存知のように、日経平均はですね、一旦2万6000円ぐらいまでガーンと下がってですね、心配したんですけれども、その後ですね、反発に入ってきました。 もともと日経平均が下がった一つの大きな理由がですね、まあ、ロシアによるですねウクライナへの侵入ですねこれがですねあるのかどうかっていうことがですね、まあ、大きな心配事だったんですけれども、まあ、アメリカのですね大統領補佐官の、まあ、サキさんという方がですね、まあ、ウクライナの侵攻についてはですね差し迫っているという表現はしないと。 いうですね、そういう言いい言方をプレこのことがですね、えー、あそうなんだとウクライナに対してですね米国はいっときのです、ねえー、緊張感これをですね少し緩ませたかなというようなニュアンスをマーケットに与えまして、えーまあ、ニューヨークの方がですね、えー、ガガッと上がってきました。 で、それにつられましてですね、東京市場の方もお、まあ、戻ってきたということですね。ですので、まあ僕もですね、まあ東京市場が戻ってくるだろうということはですね、前回の時に申し上げていたんですけれども、まあ2万7千円手前ぐらいまでの戻りかなと思っていたのがですね、思いのか早く戻ってくることができまして、まあ2万7千円台を回復しているというですね、いうことになっています。で、問題はここからどうなるかと。 いうことですねでいよいよですね北京オリンピックが始まってきますでこの北京オリンピックがですね始まって開催されている間にですね、えー、まあまりですね大きな事件が政治的に起きるとですね、えー、やはり 何、えー、て言ったらいいんでしょうかね、こうまあ、その国がですね、まあ、恥をかくというのはちょっと言い方はおかしいですけれどもやりすぎだろうというですね非難を受ける可能性が大きいということがあると思います。ですのでこの北京オリンピックが開催してですねしばらくの間はまあロシアも中国もですね政治的なあまり厳しい動きはしないんじゃないかと。 でそうなるとです、ねまあ、バイデン政権、まあ、米国のほうもです、ねまあ、さっき報道官が言っていた通りですね、お、え、り、ーまあ、ウクライナを大問題視しないというです、ね、ニュアンスのメッセージを市場に伝えてくる、まあ、そのままだというふうな感じがいたします。 でそうなるとですね、一時ですけれども、注目はですね世界の国際政治から違うところに移ると思いますで。どこに移るかということなんですが、これはですね東京市場においては日本企業の業績の発表に移ると思います。 えー、日本の企業はですね3月決算という会社が圧倒的に多いですねですので今はですね実は12月期つまり3月決算の企業であれば第3四半期のですね決算発表がちょうど行われているところですで2月の2日にですねソニーがあー、まあ、決算のですね第3四半期を発表いたしましてですね非常にいい決算を発表しましたあそしてですね、えーまあ、この週はですね9日にトヨタ 10日に東京エレクトロンとそうするとですね、やはり東京市場はですね、ソニーが数字が良かったということがありますので、みんなこれ意外といいかもしれないなという期待感がですね、相場を下支えする可能性があるんじゃないかなというふうに思います。ただですね、 皆さん、ソニーの株価、実はちょっと見ていただくとですね、いい発表したのに、ガーンと下がってるんですね。つまりですね、まあ、決算、まあえー、第三四半期の決算発表をしてですね、 通期の情報修正を発表するそれだけのことをやるとですね、えーまあ、先に買われてきた銘柄そこまで上がってきてる銘柄というのは材料を出尽くしということで逆にそこから下がるんですねですので個別の銘柄はですね非常にまあ決算を利用して売り買いするというのはですね、えーまあ、いい決算だから買ったらいいんじゃないかっていうのはちょっと違うなというふうに思っておいていただきたいんですがしかし相場全体を見る場合はですねやはり9日10日というですね、えー、トヨタとか 東京エレクトロンといったですね、大物があるそういったところへの期待感でですね、相場はですね、えー、まあ基本的には堅調な相場が続くんじゃないかなというふうに思います。ちょっとですね、チャートで確認をしたいと思います。デイトレードに興味はありませんか？ラインから無料で僕が実践しているトレード方法を知れますよ。詳しくは画面右上にあるリンクからどうぞ。 こちらがですね日経225のチャートでですね、えー、ここで一旦ガーンとこの間下がりまして2万6000円割るかなと思ったんですけれども割らなかったですね2万6000円飛び台でですね、えー、そこを打ちましてそこからぐぐぐっとさっきですね申し上げたウクライナ問題をそれほど問題視しないというですね米国の姿勢が相場を押し上げたと。で2万7 500円までで円ますね戻って で、でちょっとまあ調整をしていると、まあそんなようなですね、今相場つきになっています。で、ここからですね、えー、まあ三月期決算の企業の第三四半期のですね、え数字に注目がいくわけですけれども、全体相場はですね、一旦ですね、ここからまあここの戻りがあまりに急ですから。 一旦調整してその後ですねもう一回上がるというそういう動きをすると思いますですので一度ですねまあ、27,000円を割ることもあるかなと思います2万7 0 0円台からですね落ちることもあるかなとは思いますしかしですね、えー、やはり週末に向けてもう一度ですね期待感が出てくるかなというふうに思いますのでここ一週間のですね、まあ、動きからいけばですねやはり27,200円ぐらいのですねところでは まあ追われるんじゃなないいいかなという,ふうには思いますただえさっきちょっとですね申し上げたように決算発表お、まあ、第3四半期の発表というのはですね非常に実は繊細なんですね。なぜ繊細かというとですね情報修正がつまり3月の決算発表 3月の期末のですね業績に対する業績予想の修正があるのかないのかということがですねこの第3四半期のですね決算の発表の時には投資家は注目しています。ですのでいい決算を発表してもですね情報修正を発表しなければ一気に株価が下がるあるいは情報修正を発表したとしてもですね材料で出尽くして下がるということが考えられます。 で逆にですね、決算が悪い銘柄でもですね、下、えー、方修正を発表したとかってなるとですね、そこでも悪材料が出尽くしとなって、反転してくる可能性も十分にあります。ですので、決算を利用した売買というのは、それはそれで一つですね、大きなノウハウがありますので、またですね、ぜひ皆さん勉強していただきたいんですが、ここ1週間はですね、この第3四半期の発表とともに、情報修正があるんじゃないかというですね、期待感が、 それぞれ主力の銘柄に出てくると思いますので相場としてはですね強いんじゃないかなと、まあ、そういった下支えがですねあるんじゃないかなと思います。で同時に世界のですね国際情勢もですね各皆さん政治家の皆さんはですね、まあ、とりあえず北京オリンピック始まったとこだしもし何か大変な事態が起きてですね、えー、自分の国の選手団に被害でも加わったらえらいことですからちょっとおとなしくしとこうと。 いうそういうですね、気持ちが働く時期なんじゃないかなというふうに思います。えー、こんなふうな形でですね、えー、まあ、日経平均のですね、予想を思うんですけれども、えーまあ、北京オリンピックが終わった後というのをですね、す、ま、で、あ、に 投資家はですので、えー、国際情勢の動きそれとですね FRB の動き、まあ、そういったものをです、ね、常にです、ね、情報を取ってです、ね、北京オリンピックが後半に入ってきたぐらいのところからです、ね、相場は大きくまた動き出すかもしれませんね、えー、皆さん是非ですね、えー、国内外のニュースとあと企業業績これにですね注目しておいてください。もっと正しくトレードを知りたい本格的にデイトレードをしてみたい。 そんな方のために LINE から無料情報を配信しています今すぐ知りたい方は画面右上にあるリンクをクリックしてください詳細はこの動画の概要欄から知れますよ是非この機会にデイトレードを始めてみてくださいデイトレードコツさえつかめば簡単にできますよ